しばしで12時半。もう過ぎたかな。よし。現在気温27度。水温11.5 であります。よし。三次層はさっかな。なんかでも少ない感じがしますね。やっと1個リセットいたしました。よいしょ。してあります。今は汚い水を飲んでます。母さん、ここにいるよ。これ小さいの、これ見える？見え。これ、おっとっとっと、これ、これ、これ、あれ、あれ、あれ、見えません。どこ行った？あれ、死んだらしいな。よし、行くよ。よいしょ、これこれこれ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。待って、どこに。一番上？うん。何匹？164匹。7匹。
に。生き延びれたいんで、このね、中に隠れてるんだ、これ。よし、捕まえた。よし、1、2、3、4、5、6匹。危ないよ、バターになるよ、かぶるよ。本当に藻の中にいないかと思いますね。雪いたのにいっぱい食べられちゃった。悔しい。現在午後3時。曇ってます。雨が降りそうです。今日は向こうの方のダブルの縦断水槽の水替えをしています。何かわからない動物にいっぱい食べられちゃって、数が10分の1以下に、各水槽10分の1以下になっちゃってます。それも一番大事にピッカピカだったミユキだったんです。すごいショックです。これからご飯をあげたいと思います。その前に気温と水温を見てみます。気温20度、水温は16度。風も出てきました。昼間は暖かかったんだけどな。去年カエルから守るために作った網を1回はめてみたいと思います。サイズが合うかどうかはちょっとわからないので出してみます。大きいの4つとちっちゃいの4つ作ったはずですので、1回はめてみます。こんな感じで仮に今はめてみました。ちょっとゆるゆるのナイトキャップみたいなんですけど、
さんこれでさ何匹か数えてさここ書いていて。無理、たかが20匹でも数えれんかったもん今これ中にこれ分けるときに数えないと無理やって。全部で100匹ぐらいいるかいないかやな。命からがら頑張って生き抜いた子、寒い冬も。ここまでしようかな。1匹捕まえました。うん、今2匹入ってるんだけど、2匹の中の1匹です。この子、綺麗な子、移動。やっと8段目まで来ました。あと2つです。頑張ってます。最後の時代になりました。現在夕方の6時18時、日が長くなってきたので6時だけど、まだ明るいです。あと一つなので頑張ってます。現在の気温を見てみます。現在は16度。水温の方がちょっと高いです。17.2 度。最後の一段をきれいにしてます。最後の一つをきれいにしました。よいしょ。今はまだ空っぽです。だんだん火が落ちてきて暗くなってきます。でも頑張ってます。これでやめようか。雨かなと思ってます。最後は波とタンを置いてきます。電気がついてます。そして女房がきれいにしています。電気ついてる、電気ついてる。これで本日は本当に終わります。
まーって。